どうしたのパパ。ダブダブチ食べたいなと思って。そういえば僕トリチも食べたいな。そうだよね、美味しかったね、うん、普通に売ってくれればいいのにね。そうだよね、はあ、あ、そうだ、自分たちで作ればいいんじゃね。お、そうじゃね。はい、こんにちは、まーちゃんの村原です。はい、ということでですね、ちょっと思いつきなんだけど、うん、チーズバーガー、ダブルチーズバーガー、トリプルチーズバーガー、ダブルビーフダブルチーズバーガーで4枚やったね、うん、5枚、うん、ビーフ5枚のチーズバーガー作ろうか。おお、クインティプルって言って、うん、クインティプルチーズバーガー。そう、だからクインチ、クインチ、すごいな。クインチ作りましょう、うん、今買ってきましたので、ちょっと取り出そうか、うん、ダブルチーズバーガー2つと普通のチーズバーガーを買ってきました、うん、これで作っちゃえばいいんだよ。うん、作っちゃう。じゃあまず開けて、上のバンズをちょっと取り外して、うん、あ、いいね、いいね。あら、このお肉をこちら側に移植、これでダブダブチの完成だね、うん、で、さらにチーズバーガーこちら側に移植します。うわー、でかい。で、これまた蓋を閉めて完成。イエーイ。ということで、こちらのクインティプルチーズバーガー、クインチです、うん、すげー、すごい、でかいね。あの、ビッグマック並みのサイズなんだけど、全部中肉ですね、うん、肉とチーズと。やったー、すごい、夢のバーガーできた。どうぞ召し上がってみてください、はい、あー、やばい。大丈夫、しっかり持ってね。はい、めっちゃうまいそうだよね、肉5枚だもんね、うん、ちょっとパパも食べさせてよ。いいよ。すごい、めちゃくちゃうまいじゃん。めっちゃうまいじゃん。夢のバーガー、ここに完成、うん、ねえパパ、これどうすんの。パパ、もう一個ね、考えたんだけど、うん、代わりに入れるもの、うん、こちらです。YouTuber チップス、チップス、これ入れようよ。おー、ナイスアイデア。ポテトを挟むから、ポテチポテチバーガー、ポテトチーズサンドこれポテチ、これ乗っけんじゃんね。ポテチサンドあのね、ちょうど今ね、ナイスなセットがあって、うん、かけてみーよってのやってんじゃん、うん、これこれチーズとミートソース、おお、これを入れちゃえばいいんじゃね。なるほどそう、これこれうまいと思うよ、うん、かけてみーよ。半分ぐらいに割ってね、うん、でここ乗っけんの。おお、すごい豪快。これ美味しいんじゃない、もしかして。美味しいでしょ、こんなの。で、こう、わ、すごい、はい、ポテチですポテチ、うん、ポテトチーズバーガーね、うん、はい、食べてみる、ポテチね、うん、いただきます。うん、あ、新しいバーガーだこれ。え、ちょっと出させて。中がザクザクしてるから、ちょっと前に出てて、うん、中がザクザクしてるから、うん、すごい新食感、面白い、美味しいかも。うん、このちょうどさ、かけてみようのソースがいい感じ、うん、美味しい、すごい、うん、このザクザク感いいね。うん、もう一枚あるからさ、うん、普通のチーズバーガーの余りあるから、これも作っちゃおう、うん、喉つっかえちゃうからね、ちゃんと飲み物飲んどかないとね。ケシンクはいつもおなじみのマックチェイクチョコです。カコーラゼロですね。いや、美味しい、うまっ、うん、超うまいよね、これは。うまい、うん、これはいい、商品化してほしい、うん、クインチやって出してほしい、うん、はい、ということで今回はクインチとポテチ作ってみました、うん、なかなか大成功だったね。そうね、よかったよかった。またなんか思いついたらやりたいなと思います、はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そして今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。それとチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。